ちは、今回の魚神の釣り行かれへんのですが、大物釣り用の仕掛けをご紹介したいと思います。ですね、まあ大物釣り、まあ夜釣りとかメインで使うような仕掛けなんですが、なんせ、簡単激安、さらに釣れるというね、三拍子揃ったね感じの仕掛けをご紹介したいと思いますので、皆様、ご視聴よろしくお願いいたします。では早速ですね、材料の方をご紹介したいと思います。はい、では材料の方がですね、こちらのプロトラストクリアライン8号、 500m、 これまあ1000円ちょっとの代物ですんで、これを砂釣り用に使います。その砂釣りの上につけるスナップサルカン、樽型スナップ付き B、 これもプロトラストの、スナップ付きのサルカンです。そして、ハリスの方が、ダイワの船ハリス4号、こちらの方を使っていきます。収魚玉の方に、ササメの道具屋さん、夜行フロート玉3号、グリーン、これまあピンクもあるんでね、まあグリーンピンク両方使い分けていただいて、釣れる方で、やってみたらええかなと思います。まあどっちも釣れるんで、まあタイ狙いはピンクで、まあグリーンでも釣れるんですけど、まあお好みに合わせて、使っていただければと思います。そして針の方がですね、ガマカツチヌバリ7号、こちらの方を使っていきます。はい、じゃあ早速、砂釣りの方を作ってみたいと思います。このクリアライン8号、これを約1メートル引き出しまして切ります。これを2つに折りまして、ちょうど2つの、まあ、40センチぐらいの長さにします。でこの真ん中のところぐらいから人差し指と親指をねじるようにして、グリ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 ーとしたら、あら不思議、あら不思議、あら不思議ったらあら不思議、日本寄りの完成でございます。これをずっとずっとずっと繰り返し、同じような動きで、結構ね、握力がちょっといる作業なんで、手が油分とかを含んでいる時とかは、かなりやりにくい時があるんで、そういう時はもう手拭いたりとか、手拭きタオルとかで拭いてやったりとかしたら、またこのグリップ力がアップするんで、まあ、いろいろちょっと試してみたらどうかなと思います。そしてこの結んだところというか、よりができましたと、よりができましたら、一度輪っかを作って一周回してから穴に通す。そうするとここがまっすぐになるんですね。まっすぐに結べる、まあ、仕上がりこんな感じですね。ここがピンと直線になるように結んでいただいて、これで砂釣りは、あとこの余った糸はまたハサミでカット、これで砂釣りの完成です。こんな感じでピンと張った状態が、正解の砂釣りなので、ちょっとふにゃふにゃってなってたりとかしたら、絡みとかが多くなるんで、ピンと張った状態の
砂釣りを作れるように心がけてください。あとですね、こっからですね、ハリスを結んでいきたいと思います。ハリスがですね、台場の船ハリス4号こちらをですね、約1メートルほど、あ、1.5 メートルぐらいかな、これは1広、まあ約 1.5 メーターということで、それを先ほどの砂釣りの余った糸、まあだいたい20センチぐらいあるんですけど、この下に一緒に結んでいきます。結び方はもう簡単で、一度輪っかを作ってもらって、その間に1回、この2つの糸を持ってもう1回、もう2回で大丈夫です。あともうギューッと絞っていただければ、引っ張って引っ張ってしたらもう多分切れないので、これがね8号と3号とか8号と2号とかなったら、ちょっと糸の方が縛った時に切れる時があるんで、その時は3回結んだ方がより切れにくくなります。4号以上やったらそんなに、切れることがないので、2回で十分だと思います。またここ余った糸を切っていきます。次にですね、この夜光フロート玉、これをつけていきます。これはまあ1個ないし2個でも全然いいんですけど、まあ今回は1個で、これはもう普通に通すだけ、その4号のハリス部分に通すだけ、これで終わりです。その先にチヌバリ、ガマカツチヌバリ7号、これをつけていきます。結び方はこんな感じで、糸を出してやって、針のこの丸っこい部分を持って、この軸の方を出すようにしてやります。輪っかを作ってやって中指で止めます。それをこっちは小指で挟んでやって、薬指で支えてずっと回してやります。回してやります、回してやります、回してやります。5、6、7、8、まあ8回ぐらい、まあ7回から9回ぐらい結べばええかなと思います。これぐらい回してやったら、ここの、ほどけないように持って、ここの輪っかのところに糸を入れます。そして引っ張ります。こっちの、余った糸の方もまあちょっと派手ですが、こう一緒に軽く引っ張ってやったら、より結び目が強度になるでしょう、強固になるでしょう。そして余った糸を切ります。この時の注意点が、針が、ハリスの方がこの針の地元の内側を向いとかないかんっていう、そうするとここで仕掛けが切れにくくなるっていう、
ことなんで、ここはちょっと一つポイントとして、注意して作っていただきたいかなと思います。はい、では、以上で完成です。完成形がですね、はい、こんな感じで全体像がこんな感じになっております。砂ずりと結び目とハリスと、収魚玉と針がついている、まあシンプルな感じなんですが、これがいつも私が使っている仕掛けとなっております。皆様ぜひ、よろしければ真似してみてはいかがでしょうか。はい、どうぞ。ほんまや。最後にですね、サルカン、これを忘れておりました。こちらの方をですね、まあ付け方がねいろいろあるんですけど、誘導式の天秤を使う場合はですね、まあここのスナップを開いていただいて、もうあとはもうかけるだけ、これで大丈夫です。あとここの方の強度にちょっと心配かなっていう場合があるのであれば結びます。もう2回結べば、2回クリクリっと回していただいて穴に入れる、あとこれ引っ張ってやったらもう外れませんので、こんな感じで結んでやりましょう。はい、では仕掛けの全体図を説明いたしましょう。はい、これがですね天秤と仕掛けをつけたような感じの、図になります。誘導天秤の輪っかの小さい方にこの寄り戻しがかかるような感じになって、魚が引っ張れば動く、こんな感じで、なっております。ポイントなんですが、こちらの収魚玉、これがあるんとないんとでは大違いなんで、こちらの方はぜひつけていただきたいと思います。あとですね、ハリスの方、こちら今回4号使用してますが、大物仕掛けで4号ってちょっと細いんじゃないかなっていうふうに、思われますが、これが、今回のこの仕掛けのポイントでもありまして、細い仕掛けの方が魚の大きいのは食いつきやすいんですよね。なのでその魚の警戒心を和らげるっていう意味で今回4号にしてみました。さらに僕の場合は3号2号ぐらいまでは下げますんで、魚の警戒心を和らげる、薄めるという意味でもこの仕掛けが有効なんではないかなと思います。はい、できた仕掛けは100均の、はがき入れにいつも入れております。これまあ60万ぐらい入るんでいつも重宝しておるんですが、まあこれに、ケース付きのやつがあるんで、ケース付きのやつを買うとこの間から仕掛けがポロッと取れることも、移動中にポロッと取れることもなくなるんで、いいと思います。まあこんな感じでね、いろんな仕掛け作って、置いておいて、釣りで、活躍する機会を待つっていうのもいいんじゃないかなと思います。自宅でやると釣り場でね仕掛けがないいうこともなくなりますんで、その場で作るよりも家で作っておいていう感じで時間短縮に励みましょう。はい、では今回の魚神の釣りイカレ編はでしたが、大物仕掛け魚神スペシャルということで、お送りさせていただきました。
聴ありがとうございました。ああさあ撮影も終わったし暑いし、あかき氷でも食いに行こうか。サイカモン、ごちになります。ついてこい。